皆さんご機嫌いかがですか？4月23日土曜日のリビングライフです。愛する皆さん、誠の礼拝とはどのような礼拝でしょうか？また、誠の教会、誠のクリスチャンの姿とは一体どのような姿でありますでしょうか？私たちはその答えを御言葉の中に見出すことができます。今日もこの御言葉の黙想を通しまして、私たちがさらに神様の御心にかなったものと変えられますことを心からお祈りをいたします。今日のタイトルは、任務を忠実に果たすことが清さです。テキストはエゼキエル書44章1節から14節の御言葉です。エゼキエル書44章1節から14節。彼が私を聖所の東向きの外の門に連れ戻ると、門は閉じていた。主は私に仰せられた。この門は閉じたままにしておけ。開けてはならない。誰もここから入ってはならない。イスラエルの神主がここから入られたからだ。これは閉じたままにしておかなければならない。ただ君主だけが、君主として主の前でパンを食べるためにそこに座ることができる。彼は門の玄関の間を通って入り、またそこを通って出ていかなければならない。彼は私を北の門を通って神殿の前に連れて行った。私が見ると、なんと主の栄光が主の神殿に満ちていた。そこで私はひれ伏した。すると主は私に仰せられた。人の子よ、主の宮のすべての定めとそのすべての律法について、私があなたに告げていることをことごとく心に留め、それに目を注ぎ耳を傾けよ。宮に入れる者と聖所に入れないすべての者を心に留めよ。あなたは反逆の家、イスラエルの家にこう言え。神である主はこう仰せられる。イスラエルの家よ、あなた方のあらゆる忌み嫌うべき技はもうたくさんだ。あなた方は心にも肉体にも割礼を受けていない外国人を連れてきて、私の聖所におらせ、私の宮を汚した。あなた方は私のパンと脂肪と血とを捧げたが、あなた方のすべての忌み嫌うべき技によって私との契約を破った。あなた方は私の聖所での任務も果たさず、かえって自分たちの代わりに私の聖所で任務を果たす者たちを置いた。神である主はこう仰せられる。心にも肉体にも割礼を受けていない外国人は誰も私の聖所に入ってはならない。イスラエル人の中にいる外国人は皆そうだ。レビ人でもイスラエルが迷って自分たちの偶像を慕って私から迷い出たとき、私を捨て去ったので、彼らは自分たちの咎を負わなければならない。彼らは宮の門で番をし、宮で奉仕をして、私の聖所で仕えるはずなのだ。彼らは民のために、全焼の生贄や他の生贄をほふり、民に仕えて、彼らに奉仕しなければならない。それなのにレビ人たちは、民の偶像の前で民に仕え、イスラエルの家を不義に引き込んだ。それゆえ、私は彼らに誓う。神である主の御告げ。彼らは自分たちの咎を負わなければならない。
彼らは祭司として私に仕えるために私に近づいてはならない。私のあらゆる聖なるもの、または最も聖なるものに触れてはならない。彼らは自分たちの恥と自分たちの行った忌み嫌うべき技の責めとを負わなければならない。私は彼らに宮のあらゆる奉仕とそこで行われるすべての宮の任務を果たさせる。神様は清いお方であられます。神様は清いお方、聖であられるから、またあなた方も清くなければならないと聖書は語ります。私たちが清くされることこそが神様の御旨なのだと聖書は語るのです。しかしながら私たちの関心はあまりにもその神様の御旨と異なるものが実は多いのではないでしょうか。神様が望まれる礼拝者の姿、そして私たちが願う、私たちが渇望するその礼拝の姿に大きな隔たりがあってはいけないのでありますけれども、いかがでしょうか。今日のテキストにおきまして、預言者エゼキエルが見たものについて共に見てまいります。4節の御言葉ですね。彼は私を北の門を通って神殿の前に連れて行った。私が見るとなんと主の栄光が主の神殿に満ちていた。そこで私はひれ伏した。まさにその主の神殿の中に主の栄光、神様の栄光が満ちているその様子が描き出されています。主の臨在が宮全体に満ち溢れ、敬虔で厳かで厳粛で、そして何より圧倒的に清い神様の霊がそこには満ちていました。その中でエゼキエルはひれ伏し、神様の前に心をひれ伏し、そして心から神様を礼拝いたしました。ここにこの私たちの礼拝者としての姿を見ることができます。神様に仕え礼拝する者の敬虔な姿であります。私たちの礼拝、さまざまな礼拝の形、スタイルなどは人それぞれあるかと思うんですけれども、しかしながらどのような形スタイルであったとしても、私たちが忘れてはいけないのは神様の前に心からひれ伏す姿ではないでしょうか。それは私たちが属している教会、この共同体の中で行われます礼拝はもちろんのことでありますけれども、しかしそれだけではありません。私たち一人一人が捧げる日々の礼拝の中においても適用されるべきことではないでしょうか。なぜなら聖書は私たち一人一人もまた神様の宮、聖なる神の宮だと語るからであります。新約聖書の第一コリント6章の19節から20節にはこのような言葉があります。あなた方の体はあなた方のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。私たちは主の恵みと憐れみによって罪許され、神様に仕えることができる存在とされました。ある特定の人たちだけが、このだけではなくて、どんな人であったとしても、私たちはイエス様を信じ救われればですね、神様に礼拝を捧げお仕えをすることができます。あの第二ペテロの2章9節にもありますように、私たちは選ばれた種族であり、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた一人一人であるわけです。ですから私たちがそのような姿をでもって誰であったとしても、神様にお仕えをし奉仕を捧げることができる。これは本当に素晴らしい恵みであり、また私たちのそのような奉仕を通して、神様が私たちに成してくださったその素晴らしさを証をすることができます。しかしながら神様は奉仕者として召された私たちをですね、そのご自身の言いなりに動かす機械のような存在として創造は決してなさいませんでした。神様の清さがあふれ、また神様の栄光あふれる奉仕のためには、
私たちの側の選択、また態度が大事になってまいります。その態度や選択を誤ってしまうならば、神様は清いお方ですから、ご自身の清さを保つために私たちに対して警告をされることがあるということを私たちは忘れてはいけません。一節二節をご覧ください。彼が私を聖女の東向きの外の門に連れ戻ると、門は閉じていた。主は私に仰せられた。この門は閉じたままにしておけ。開けてはならない。誰もここから入ってはならない。イスラエルの神主がここから入られたからだ。これは閉じたままにしておかなければならない。なぜ東の門は閉ざされていたのでしょうか。43章の4節には、主の栄光が東向きの門を通って宮に入ってきたと記されています。まさにここは神様が通られた門、主の臨在、神様の清い臨在が望んでいるところであります。ですからそこが閉じられるということでありますならば、当然民はそこに入ることはできなくなるわけですよね。なので民はそこに偶像を持ち込んで偶像崇拝をするなんてことは当然できなくなります。そして神様の清い霊もそこは閉じられているわけでありますから、神様の清い霊もまさにそこにとどまることができます。このように私たちは神様に対しては大いに心を開き、すべての罪を告白して主の前に出ていくことが大切です。主の前に心を開くことは大切なことであります。しかしその一方で、神様の清さを妨げるもの、神様の御旨にかなわないことに対しては、私たちは心を閉ざす、心の門を閉ざす必要があるのではないでしょうか。しかしかつてこの聖なる宮で仕えていた人々はどうであったでしょうか。5節から8節の御言葉。すると主は私に仰せられた。人の子よ、主の宮のすべての定めとそのすべての律法について、私があなたに告げていることをことごとく心に留め、それに目を注ぎ耳を傾けよ。宮に入れる者と聖所に入れないすべての者を心に留めよ。あなたは反逆の家イスラエルの家にこう言え。神である主はこう仰せられる。イスラエルの家を、あなた方のあらゆる意味嫌うべき技はもうたくさんだ。あなた方は心にも肉体にも割礼を受けていない外国人を連れてきて、私の聖所におらせ、私の宮を汚した。あなた方は私のパンと脂肪と血とを捧げたが、あなた方のすべての意味嫌うべき技によって私との契約を破った。あなた方は私の聖所での任務も果たさず、かえって自分たちの代わりに私の聖所で任務を果たす者たちを置いた。神様に仕えていながらも、しかし彼らは神様の望まれない意味嫌われることを行っていました。心にも肉体にも割礼を受けていない外国人側がですね、そこには出入りされて、その結果偶像礼拝が持ち込まれ、宮は汚されてしまいました。これは自分たちがなすべき礼拝者としてのその姿、務めを果たさなかったことであります。それはおそらく彼らの心の内に神様に対する恐れ、この敬虔さが全く失われていたことの証拠ではないでしょうか。形の上では礼拝をしていても、しかしそれはもはや礼拝ではなかったということであります。その結果、このレビ人たちは自分たちの罪の咎を負うことになってしまうのです。それが10節から14節に記されています。レビ人でもイスラエルが迷って自分たちの偶像を慕って、私から迷い出た時私を捨て去ったので、彼らは自分たちの咎を負わなければならない。彼らは宮の門で番をし、宮で奉仕をして私の聖所で仕えるはずなのだ。彼らは宮の民のために全焼の生贄や他の生贄をほふり、民に仕えて彼らに奉仕しなければならない。それなのにレビ人たちは民の偶像の前で民に仕え、イスラエルの家を不義に引き込んだ。それゆえ私は彼らに誓う。神である主の御告げ、彼らは自分たちの咎を負わなければならない。彼らは祭司として私に仕えるために私に近づいてはならない。私のあらゆる聖なるもの、または最も聖なるものに触れてはならない。彼らは自分たちの恥と自分たちの行った意味嫌うべき技の責めを負わなければならない。私は彼らに宮のあらゆる奉仕とそこで行われるすべての宮の任務を果たさせるとあります。
彼らは宮の門番や生贄をほふること、聖女の雑用などは許されましたけれども、この神様の最も清い聖女の中の最も聖なるものに触れる働きからは外されてしまいました。愛する皆さん、私たちは神様に仕え、こう礼拝できることは本当に素晴らしい恵みであり特権であります。しかしながら、私たちのその動機がどのようなことであるのか、そしてその私たちの礼拝しているその姿が本当に神様の御旨にかなったことなのか、そのことをもう一度確認をする必要があるのではないでしょうか。質問をさせていただきます。神様の清さが保たれるために、神様が喜ばれないものに対して心の扉は、心の門は閉ざされていますか。またあなたの奉仕は神様の栄光を表し、神の清さが保たれるものになっているでしょうか。それでは最後にお祈りをさせていただきますので、どうぞお祈りの姿勢をとってください。お祈りいたします。神様、今日も御言葉の黙想を心からありがとうございます。神様、あなたは清いお方であられます。そう私たちは知りながらも、礼拝に対して神様の前にへりくだりの心を忘れていたことを深く悔い改めます。どうぞ神様、あなたが望まれないものに対しては心を閉ざし、ただただ私たちがあなたの栄光のために、あなたが望まれるその姿に変えられて、奉仕をして捧げ物をあなたにお捧げすることができますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アメン。